はい、速稼塾の久保でございます。今回リピさんからね、またね、手厚いメールが送られてきました。動画付きで、これね、体の枝に興味がある方は絶対見た方がいいと思います。体のステーキングの、仕組みとかね、その概念っていうのを分かりやすく穏やかな口調でしっかりと伝えてくださってます。そして暗号通貨とかね、まだ体のに興味がないよという方も、ぜひこういう新しい概念を知ることによって、あ、なるほど、そういうことなんだと、なるほど、新しいお金っていうのは、新しい、この資産っていうのはこうやって生まれてるんだっていうところにも意識を向けていただければと思うんですよね。まどろっこしいこと言っても伝わりにくいと思いますので、例えばの例で申し上げます。例えばね、私がね、40万エーダを持ってるとしますね。で、これに体の ROS っていうんですか、報酬利回りみたいなもんですけども、これがね、年間で 5% つくんですよ。だから 0.05 をかけますね。そうすると年間でこういうふうに2万エーダっていうのが付与されるっていうふうに考えてください。40万持ってる私に対して2万のエーダです。かける今の体のエーダの金額、1個が200円ぐらいだと思って計算すると、なんとね、400万円が年間の報酬として私の方にいただけるってことなんですよ。だいたいこれ、暫定的ですけどもね。なんで暫定的かっていうと、報酬の利回り 5% っていうのはやっぱ変動するっていうところですね。上限が 5% であるってことなんですよ。で、この 5% ギリギリまで受け取れるためにはどういうふうな考えでいればいいのかってことも今回の動画で紹介してくださってますので、リピさんの動画をね、下からご覧いただきたいと思います。それからもう一つの理由は、体の値段っていうのはね、やっぱりこう価格が日本円に対して上下してるんですよね。ですので200円固定ではないんですよ。で、以前はね、2円だったですからね。いつだったかな、2018年とか2円ぐらいだったんですよ。2円とか3円ね。それから5円になり、10円になり、30円になり、50円になり、今の価格100円を突破してね、時には250円いくこともありました。こういった形でどんどん上昇しているところかなと思います。で、私の考え方なんですけども、体のエーダの保有者が増えれば増えるほど、そして売買が盛んになればなるほどですね、体のエーダの金額ってのは上がっていくと思うんですよ。じゃあどうやって体のエーダに興味を持ってもらおうかなと思ったら、一番手っ取り早いのはステーキング報酬が儲かりますよって言い方になっちゃうんですよ。ですので、そこはね、ご容赦いただきたいんですけども、でもこういった個人的な利益を、ね、抜きにしても、体のエーダの仕組みっていうのはものすごく考えられてるなっていうのが今回のリピシャの動画でね、分かりますんで、ぜひね、ご覧ください。下の概要欄からご覧いただけますんで、よろしくお願いします。リピさん、今回もありがとうございました。非常に分かりやすい動画でした。5分ぐらいで見れますんで、多くの方にね、これを共有して定期的にこの動画っていうのを発信していきたいと思います。ありがとうございます。それでは皆さん、絶対に見てくださいね。